どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です、今日はですね、究極テクニカルバトル剛腕の紳士黒の試練編ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではですね、アビリティを見ていきましょう。まずはリーダーポルイン、注意深く観察して行動しろ、怖くないぞ、完全生物をつけてます。そして、ナイフデュオですね、体力 ATK ブースト、ナイフトラップですね、焼きをつけてます。そして補助系に、ジョウスケを入れてます。先導プレッシャー完全生物ですね、こちらを入れてます。そして、スタンバイにはセロハンですね。漫画法王の決意、喧嘩することなく言うと愛をつけています。そしてフレンドにはムダディオを迎えてます。では参ります。もう完全にね、どこかで見たパーティーなので、備忘録としてご覧ください。お願いします。ほとんどね、CS ゲーですので面白みはないかもしれませんね。まあ、それ以前にパーティーがどっかで見たことあるんで、そっちの方で面白みがないかもしれません。はい、さあ続いてゾエですね。6つもあるとね、スマッシュの方にちょっと連打しなきゃいけないので疲れますね。いや、ありがたいことなんですけどね。あ、そして第2ラウンドですね。普通ならね、いろいろと困る第2ラウンドなんですけど、ボキ止めがあるともう完全にね、そういうのを無視してできるんで楽ちんですね。はい、増援も CS で終わります。近くにルービーがいるので、スマッシュをミスらないように頑張ろう。お、大丈夫でしたね。あ、スマッシュじゃないですね、接触しないようにやっていきたかったですね。さあ無事第2ラウンドも終了です。そして第3ラウンドですね。ここはアイテムばらまきなので、まあ、割と面倒ですね、アイテムばらまきは。さあ、長い紹介が終わり、一応ゴムで。ちょっと動きやすいようにね、したいと思います。さあどうだ、うん、場所的にはだいぶ問題ないと思いますね。では一応ライフを慶長のところまで持っていって、まあどうせ当たるんですけど、自爆に巻き込まれないようにしないといけないですからね。さあこれで第3ラウンドも無事終了。
そして第4ラウンドですね、かなり問題なところにいますね。ちょっとこれはいかがなものか。見ていきましょう。ここは先にですね、いけるかな。ちょっと安全策を取らせてもらいます。ディオですね、先にノー CS で倒したいと思います。はい、これでどうやってもジョナサンに当たるので安全策でいきました。いやー、ロックスマールとね、さすがにノー CS に行けるので楽ちんですね。おっと、ここでにも入り、瀕死状態なので安全を期して、魂チップで回復ですね。そして CS ですね。魂チップが1回損したような感じですね。はい、無事ではないですね。これは痛い。これはどうしたらいいのだっていう感じですね。一応無駄だと全部なくなるので、ここは京介ですかね。京介で弱点を1回つきたい。よし、弱点ついたのはいいが全くもって役に立ってない。あ、そういえば CS が使えますね。失礼いたしました。 CS が使えます。 CS が使えました。 CS が使えた。はい、ちょっとですね、舐めてました。狂気の 90% ですね、与えるダメージをダウン。これが非常にまずかった。なんとしてもナイフを引き剥がしたいところなんですが、 OK、 ターンをスキップし、これで一応ねナイフが自由に動けるので、あとは先に、おっと近すぎた。気を取り直していきましょう。ウンドゥールということを忘れてました。シュートヒムがありましたね。何をしてるんだっていう感じですか。はい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 、カウンター食らっても体力があるので全然怖くなかったです。あと CS があったので、CS 使えばよかったですね。何を考えてるんだという感じでした。はい、一応、一応ね、無事にクリアすることができました。はい、最後まで動画見ていただいて誠にありがとうございます。また別の動画で会いましょう。ではラストの対